みなこんにちは、ドキャンです。ドキャンです。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天的我跟文丹也来拿车。イエーイ、初納車です。もうね、今もうガリバーの近くいるんですけど、初納車でちょっとドキドキしてます。人生本当に初めてだね。うん、もうね、ピカピカの車が置いてあると思うんで、それもちょっと楽しみにしてます。又拿到飲料了。每次来这里都一定要喝苹果汁。副讲完。乌龙茶。乌龙茶。でももうチラッと見えたけど、まだナンバープレートなんかなかったから、これからナンバープレートつけるなと思ったよね。どんな感じなんだろう。今日そのまま乗って帰れるかな。じゃあ楽しみだね。どうなるか。我们现在已经签完所有契约资料，现在来看车。哇，这个就是接下来要载我们一家三口的车子。其实这一次买车真的觉得文丹很照哎，因为他在来买之前他自己做了很多功课，所以我真的就不太需要动脑，就只要他在就好了。现在卖车的中介在教文丹怎么设定那个拉比那些东西。我们现在要离开咖喱吧了，前面是我们的中介，他真的人超好的吧？文丹好正点。緊張。嗨大家，我们刚才已经开了一下新车。刚才文当这个人超嗨的，他超开心。いやもうね、運転しながら幸せをかみしめてましたね。ねもう本当に人生初めて私たち自分の車です。そういつもねレンタカーだったんで、まあ特にね高揚した気持ちもなくドライブしたんですけど、やっぱなんか自分の車ってなるとなんか愛着がすごい湧いて。对，我也是，我刚才脚完全不敢乱放哎。慎重にした？そう。自分の車を運転するってのが初めての経験なんで、どんなものかなと思ったんですけど、やっぱいいもんですね。ふーちゃんだけドキドキするかなと思ったけど、意外に私もすごいドキドキした。いっぱい乗り潰そうと思います。对，然后跟大家说，因为我出门的时候发现我忘记带电池了，所以我们现在这个相机快没电了，想说先回家，然后明天呢要开着这个车去吃我们开着这个车的第一餐，我到时候拍影片给大家。じゃあ安全運転で帰ります。帰ります。等一下应该马上就会换到我们别天了，先跟大家拜拜，拜拜。嗨大家，那现在呢已经是隔天了，我跟文当呢现在人在 Yakiniku King。車で行くと言ったらやっぱり熊本の記憶が一番濃いので、食べるんだったらね熊本の時によく行くお店がいいよね。そうで、それであの鍋また焼肉なんだよね。でそれであのなんか焼肉気分になって、私がまあ私はそこまで食べれないけど、サイドメニューとか冷麺とかめちゃくちゃ食べたくて、でルーちゃんは純粋に肉食べたい。そう、俺はねもうお肉専門で食べるんですけど、ルーちゃんはまあお肉ちょっと怖いんでサイドメニューを食べようかなっていう話してます。いや本当にね、焼肉キングは熊本以来食べてなくない？いや本当本当全然食べてない。なので今回わざわざ焼肉キングに来ました。まあね、焼肉キングだったら結構あの駐車場もねあるところが多いんでちょうどいいかなと思って。そうやっぱりね、東京で駐車するのが高いんですよ。そうなんかね、土地がちっちゃいからやっぱ駐車場がないお店でもあるし、駐車場止めるとしてもちょっと遠くなるし、ちょっと高くなるしみたいなね。然后果然焼肉キング就是有停车场，超棒。我们现在前面有九组客人，不知道等多久，我觉得差不多等一个小时吧。まあまあでも今の進み具合見ると1時間かかんないんじゃないかなと思うけどね。確かに。俺の予想じゃ3、40分かなと思ってるけど。天哪，我真的超级怀念焼肉キング的，因为我们真的是在熊本的时候，不只是焼肉キング，我们还狂去吃各个熊本的烧肉店。本当。焼肉がねすごい食べたくなってね、昔は。なんか焼肉美味しいよね、熊本の。そう、赤牛の焼肉がねすごい好きで、それをね食べに行ったりとか。そうそう、ふーちゃんの会社の人もめっちゃおすすめしてくれたから、そうそうそう、結構いろいろ食べに行った。いやね、あの思い出は結構強いね。もうお腹すいた。好饿。帰れました。結局どのくらい待ったかな。いや本当45分ぐらい。俺の予想通りだ。よかったね、入れて。さすがふーちゃん。よかったよかった、これでいっぱい焼肉食べれるわ。焼肉キング他们这里是用平板点餐，那我们这一次选的呢是 King Course， 我们两个都是选吃到饱，然后软性一定要喝到饱。那这个是五大名物，我跟文当超爱吃这个寿喜烧肉，它有生蛋，那我就都不沾生蛋，我直接吃肉这样子。这些呢还有期间限定，现在有韩国的活动，还有这个韩国超有名的炒面，还有这个蜂蜜芥末酱的薯条，哇我觉得超棒的，还有很多其他的东西，还有一开始的前菜跟沙拉，然后还有其他肉，
有牛舌，还有卡路比等等，然后还有哈拉咪。然后大家看哦，他们这里还有分成猪肉，刚才看是牛肉，猪肉种类也超多的。其实我真的还蛮爱吃猪肉，等一下来点猪肉，我们现在先点牛肉而已。还有内脏类，我是比较不吃内脏。还有炸物，天哪，我这才吃这个的，好开心哦。还有蔬菜，他们这个奶油烧蔬菜超好吃的。还有海鲜、白饭、石锅拌饭，还有面。而且甜点的种类也很多，也都是吃到饱的哦。如果你有自己特别喜欢的味道呢，也可以加点，像这有辣味粉、辣味生、蒜末，还有这个是大蒜酱油，它加热之后呢，奶油会融化，就会变成很好吃的大蒜酱油酱，还有芥末酱油。然后我刚才看到一个我觉得也非常非常非常罪恶的东西，就是这个贝德大蒜烧肉，这看起来很厉害耶，喜欢吃大蒜的一定会喜欢。对啊，干杯。干杯。而且他们这里的酱料还蛮丰富的，有这个是烤肉酱，还有甜口烤肉酱，还有柠檬汁。如果想要吃清爽一点配牛舌的人就吃这个，然后我们文当最爱的 Yakitori Kimasa。 今日はね、納車のお祝いだよ。ででん、ルーちゃんがこの日のために買ってくれたキーホルダーです。なんか何年前ね、ようやく使えた。さあ行くぜ、俺のターン。あー、わー、おいしそう。わー、焼肉マジで超久々。ルーちゃんは食べないけどね。ちょっと食べるよ。あ、食べちゃうんだ。なんか卵をつけなければ。あとしっかりね、焼かないとね。でもね、やっぱりお祝いと言ったら肉と鍋だね。わかる。我们文当要来吃寿喜烧烧肉了，就是要这样子沾这个蛋。哈哈哈！这怎么叫幸福？说幸福的哦。いただきます。いただきます。哈哈哈！めっちゃ味しっかりついてる。よかった。柔らかいよ。美味しいよね。ルーちゃんはお肉食べれないからたくさんご飯を食べるらしいです。カツマ超好吃。各位，我的韩式煎饼还有炸章鱼烧来了。哇，天哪，也太幸福了吧。我们现在呢点了洋葱还有海鲜，这个超好吃的。然后我们这一位还在开心的烤肉了。好吃吗？幸せだ。今日はお肉いっぱい食べるためにご飯注文しなかった。天哪，这烤完之后超香的，奶油香好重哦。你又对面点了副酱，好香。我们文当点了一份冷玉米浓汤，这种冷制玉米浓汤超好喝的，感觉很厉害。あ、コーン入ってる。あ、そうなんだ。夫婦いらない。好可爱。濃厚。好喝。美味しい。なんかよく前菜の次ぐらいに冷水コーンスープみたいな。そしてちっちゃいやつでしょ。そう。なんかそれのイメージがあるからなんか高級なイメージあるんだよ。わかる。ここでも食べれるなんて。韩式冷面，吃烧肉最后就是一定要吃一点韩式冷面。那文当点的，我吃一点点就好了。大家最后甜点，我跟文当点这个ヤワモチアイス，因为它看起来非常的好吃，所以我们就点了。结果来的时候呢，没想到它就长这样，没有打开过的，不知道里面实际上长怎样。哦，これアイスなのかな？ヤワモチアイスで言ってるもんね。最下面是冰淇淋，然后是黑糖，然后是抹吉。これうまいっすね。食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。我们两个这样吃吃到饱，再加上饮料是8074日元。美味しかったです。なんか一つ一つがなんか美味しくてね。なんかもう本当久々だから美味しすぎてびっくりした。ねえ、やっぱ焼肉もいいなって思います。これからもね、なんか車があるからいろんなとこ行けるね。楽しみ。今日はちょっとしたお祝いって感じになってるので、これからはこの可愛い車とずっと付き合えばいいなと思ってます。
広いんですよ。あとね、ムーンルーフもついてるので今度皆さんに見せたいと思います。詳しく紹介したいと思います。今日はあくまで納車してお祝いだから。そう、幸せ。现在这台车是想说以后有小孩子嘛，那带小孩出去玩要放东西什么，所以我们这次才买休旅车，就真的觉得很大。背筋伸ばしてもまだね余裕があるんですよね。この上に空間が本当広い SUV 買ってよかったなと思います。本当にそれ。那接下来我大家还想要看我们去哪里的，都欢迎你们留言跟我们说，那我们两个就有可能会去，很期待，就是等到宝贝生出来之后，就可以带着小孩子去很多地方玩。因为我们之前有上传买中古车的影片嘛，然后下面就有人留言说要注意哪些地方啊，然后就有人说要注意看后面这里有没有冷气可以吹，不然的话后面会很热。然后我就问文当，文当说有，后面就有冷气。ここからね、今も出てます。那谢谢大家看这支影片，我们下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。